はい、よもぎです。今日は初心者向けというか、あのアリエクスプレス買ったことない人用にっていう感じで、ハウトゥーじゃないけど説明動画撮った時に注文したものの一部が届いたので、それをちょっと開封してみようかなと思います。どんな感じかなっていう、あのクリスマス向けにクマちゃんのツリーと何やっけ、女の子、和モダンな珍獣な女の子の、あとはラインストーンと買って、おそらくこれは和モダンな女の子のアートやと思います。箱で届いてます。よいしょ。その両面テープタイプで、お、色数まあまあありそう。こいつ色数全部で50色。しかも枠ずれてる。こういう、この、こういう、なんかこういうマーク見にくいよね。F と T とかやめてほしいし。Y と N がね、Y と N、Y と N マークがあるのもちょっとややこしかったりするし。まあ、N は抜いてくれてるのだけが、配慮。M は W と似てるからね、あの、ま、こうやって回したりして、アートやったりするときに、逆さになる、見ることがあるから、それ M は抜いてくれてるのはありがたいけど、謎配慮。たまにこのカッコ、カッコの始めとカッコ閉じの両方入ってるときとかも終わったって思うよね。はい、セットはなかなかのシンプル、マルチプレイサーもなし。ビーズはアクリル、ただあの小分けパックじゃなくてジップ袋に入ってる、1色ずつジップ袋に入ってるタイプなんで、その点だけはありがたいかなと思います。ちょっとアートの方、サイズいくつ頼んだっけ、まあまあ大きめ、 50×70 やったっけかな。こいつね、なかなか楽しみ。50色か。いいね。ちょっとめくってみようか。余白少な。めっちゃ少なくないこれ。1.5 ぐらい。こっちの端っこも。なんかこういう大きいサイズって、なんか、ちっちゃい両面テープを1回貼って2回貼ってて切れ込みあることあるんやけど、ここは一発張りみたいな感じ。ちょっと全部はめくられへんけど、ちょっとお顔部分だけでも見せたいな。ちょっと待ってね。 50×70 でどれぐらいのもんなのか。よいしょ。まあまあいいんちゃう。かわいい。こんな感じ。ちょっともう全部めくったら、これ以上めくると取り返し使えへんくなるけど、からちょっとここまでで置いとくけど、かなりいい感じじゃないですか。ちょっと作るの楽しみ。
印刷は悪くない、ただ黒枠やね。黒枠なんでずれるとちょっと目立つかなと思いますね。色の薄いところでね、こういうお顔のところでずれるとちょっとねってなるから、めちゃめちゃ慎重に慎重にやっても無理やろなとりあえずあのマルチプレーサーは使わずに、バイクマルチプレーサーは使わずに一つずつ貼っていく方がズレは少ないかなって感じ。注文してからどれぐらいで届いたかな、ちょっとわかんないですが届きましたという感じ。ほんまに短い。ありがとうございました。ちなみにもうよいしょ、こういう感じでビーズをコンパクトにまとめて、で、あのアートの方はあのなんていうのかな、スカートとかズボンを吊るハンガーに挟んで、あのキャンバスの保管方法っていうのでご紹介してる方法で、ちょっと大きいしね、クローゼットの方にずっとこうと思います。で、こいつはまあ別でコンパクトにして保管しようと思います。でね、これはその50×70 見えてるかな、で、2676円、SPL プリンティングストアっていうところだったかな、そうね、SPL 触ってもた、 SPL プリンティングストアというところで買ってます。下の概要欄の方に貼っとくので、なかなか色数多いね、いいお店だと思います。ちょっと微妙なマークあったけど、アクリルやけど 50×70 のちょっと大きめのサイズやからか知らんけど、かなり色数も多いですね。よかったら概要欄の方に貼っときます。ではまた。あ、ちなみに届いたので受け取ったボタンを押します。はい、お疲れ様でした。そうで、ちなみにもう追加でいろいろ喋るけど、だいたいアリエクスプレス注文したら、まあ、めっちゃ早かった1週間ぐらいで来るけど、だいたい2週間から1ヶ月ぐらいで届くのが多い。で、これは2週間ぐらい、約2週間で届きました。で、10月、他のまだ届いてないんやけど、10月1日から10月7日までっていうのは、中国のなんか建国記念日かなんかで、ちょっと1週間ぐらい長い祝日、休暇に入るので、その間って、お休みになっちゃうんですよね。なので、もしかしたら、もう税関自体も動いてるのかどうなのかっていう感じ。普段通りには多分動いてないやろうかなっていうので、普段よりかは届くの遅くなると思います。なので、10月1日よりちょっと前に注文した方っていらっしゃったら、その1週間ぐらいはもう完全に止まっちゃうと思うんで、動きがなくなっちゃう。まあ言ったら日本でいうゴールデンウィーク中で会社さんとか休みやから通販とか申し込んでも休み明けから処理されるみたいな感じになるので、ちょっとしばらく普段よりかは届くの遅くなるかなと思います。私の動画を見て通販アリエクスプレス初めて買ってみましたとかって言ってくれる方もいらっしゃって、その方ってやっぱり初めてやから
ちょっと届くまでドキドキ、届く、ちゃんと届くんかなみたいなあるかと思うんですけども、まあちょっと祝日が挟んじゃうので、普段よりかはちょっと届くの遅くなるかなと思います。その点だけね、ちょっと言い忘れたというか、言っといてあげればよかったなと思うんで、ちょっと今言わせてもらいました。では、これで今回の動画本当に終わりです。ありがとうございました。